ドライバーでネジを緩め、土台の位置を調整します。電源ケーブルと入力ケーブルを接続します。土台の足を回してつけてください。ポールを取り付けましょう。土台の穴の開いた部分にポールを回して取り付けます。ポールの一番上のネジを緩め、高さを調節してください。ガラスの留め具をポール上部に回して取り付けます。留め具の位置はネジを回して調節してください。留め具のネジを外してください。交互に少しずつネジを締めてください。ポールのネジを緩め、高さを調節してください。ガラスの角度はレンチでネジを緩め、調節後しっかり固定してください。詳しくはアテインまでお問い合わせください。